どうもラメリーです。今回もゲストにお越しいただきました。どうぞ。どうも、クラウド使いのマサシです。よろしくお願いします。本当良かったですね、あれね。シャレになんないですよ、あれだって。もうチャンネルが消えたのは、もうシャレになんなすぎて、逆にもうおしゃれでしたね。今回僕はサクッとクリアしようと思ってるんで、というわけでよろしくお願いします。エチャビステージ作成ちょっと触りました？1秒も触ってないです。およっ、さあ来ましたね。僕の方がまさしさんの立ち位置になっておりますね。はい、これは、あ、ここゴール。はい、僕が今まさしさんの立ち位置におります。あ、じゃあそこまで行けばいいですか。そうですね、ワープして右側のマグマに当たっていただければと思います。あ、なるほどなるほど。あ、なるほどね。さあ、これジャンプ使ってダメだよな、これ。すげえ、ね、え、あ、ちょっと待って、おおおお、あ、ちょっと待って、怖い、あ、え、嘘、まだいけそうだな。わ、ラスト一気押しましたやん。お、はぁー、行った、行きましたね。ここまでは、ここまではまあまあ、はい、行きましたね。何これ、はい、さあ、あのスイッチはですね、何のために存在しているでしょうか。よし、ん、どこか変わった。どこか変わったか。さて、今まさしさんが押したスイッチ、実は押しても何も変わりません。このスイッチの使い方はそもそも違うのです。横 B の強切りをして対空時間を長くするためのスイッチなのです。しかし人はスイッチを見た途端そのスイッチを押してしまいます。何かを作動させるものなのだと思ってしまうのです。そして何かが変わったあたりを見回し続けてそのスイッチの本来の意味には気づかないのです。ヤッホー。あれ変わった。え、何が変わったよ、変わったよ。え、なんか変わりましたかね。あれ、でもあれ、あそこ風吹いてたっけ。お、なんか下下なんか見えますね。なんか見えるな。右もしかして駆けつかめる説。あ、駆けつかめると思うから。もう、上見えない。そうなんです。リミット貯めて、え、ソック溶ける。はい、まあね、ここまではまあ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 いけるとして、あのスイッチ何が変わったんだ。さあ、あのスイッチは何でしょうか。分からへん。で、あそこの行くために、え、そう、そうなんです。そのまま行くとマグマが下がってない事件が発生するんですね。なりますね、なりますね、はい、あー、はい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 、なるほど、理解した、理解した。よしよし、で、食べます。ダメか、ちょっと遅かったかな、ちょっと早かったかな。うわないですね。お、お、あ、待って、あー、おっ、溜めたので、あっ、ここで、あー、ちょっとリミットは多分ないと、あそこでは溜めちゃダメなんだよな、多分。あんまの、あ、わかった、わかった。そういうこと、そういうことか。おっと、そういうことか。わかった、わかった、わかった。わかりましたよ、わかりましたよ。溜めて、溜めておいて、
うわっ、うわっ、あくそやべえ競技で打って、で競技で打ったらリミット溜まって、で回避で対空してあそこに降りうわっ、ああくそまさか、ああくっそえ、てかあのスイッチはなんかどっかが動いたりとか全くないです。なるほど、あこの野郎、この野郎、この野郎、この野郎はやばいスイッチといったらやっぱりね、みんなそう疑うんですけど、そうですね、もうなんかそういう先入観がねあるんですよね。そうなんですよ、これはね人間の特性を利用したものですね。まあ、まさしさんもセコムクリアした後でスッキリしてるんだろうな。よろしくお願いします。あ、楽しみ。何もないよね。よろしくお願いしますね。いや、じゃあ探したんだけど、じゃあ探したんだけど、え、あれ着地できる、あれ危ない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 よ、危ないよ、ちょっと危ないよ、ちょ危ない、いやいやいや、このね、クラウドのね、強切りめちゃくちゃ強いんですよね。やっぱクラウドにあるシステムじゃないですか、リミットブレイクって。なのでリミットブレイクをね、なるべく回してなるべく回して試合中に何回打てるかっていうのがやっぱ鍵になってくると思うんで、うわ、めっちゃ解説してくるじゃんすればいいかなと思います。めっちゃ解説してくるじゃん。どこ行くのどこ行くのって怖いから逃げてるんですよ怖いから逃げてるんですよ。いいじゃんいいじゃん、あれやばい、こっちこっちこっち、怖い怖い、ちょっとやだ、マジで怖い、こっち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 、あれ外に出してもしくは浮かせてから、リミット競技で当てるっていうのが、まあ、クラウドの勝ちパターンというかそういう感じなので、いってはい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 、さあ体勢が整ったぞ、おお来た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 、左側の、さあちょっと移動しましょうか。さあどのような感じになっているのか、ってよ、これはおなるほど、あーはい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 、あー無理かー、1回2回3回、無理か。ということはくっ、1、2、3、貯めますね。ここでリミット貯めました。うわー来てる、よーし、こういうことね。うわー、でこっからだよな、多分さっき見た感じだったら、そう、ね、見た感じはまあ樽がねいい感じにあるから、はい、入ったらいいと思うんで、あ、間違えた、え、なんやねんもう絶対、あー、まさしさん多分受け身取らんだろうなって絶対思ってるになってもいいと、新たな試験を手に入れたマサシさんが、そろそろ行っちゃっていいですか。さあ、来れるもんなら来てもらいましょうか。お、行ってやるよ、マサシさんと言ってやるよ、レア発言が今飛び出しますな今だいぶね、だいぶあの体がホットですやべえお仕置きされたくないな、俺こうなって、あ、お、さあ、あここで
うわあ、ということでクリアおめでとうございます。やったー、ありがとうございます。たた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 た、最後まで見てくれてありがとう。概要欄にツイッターとか載せてます、絡んでくれよな。ちなみに裏で流れてるこの音楽は俺のバンドの曲なんだ。バンドのチャンネルで公開してるから見に行ってみてね。ではまた次回の動画で。